はい、ではです。今回は自然にスピードを出しやすい走りになるためのワンポイントアドバイスということでお話をします。その中でも今回は腕振りということでお話をするんですが、走るという動作の中で自然に発生する動きっていうのが腕振りかなというふうに思います。まあ本当にね、腕を振らずに走るということは、ほぼ不可能だというぐらい腕振りっていうのはもう必ず誰しもが行うことなんですが、この腕振りっていうところを、一つね、ワンポイント意識をして、もうちょっと自然にこう楽にスピード出せるようになると、こういうような総技術みたいなところでお話をしたいというふうに思います。今回ちょっと短い動画になるかなと思うんですが、最後までお付き合いください。でそもそも前提の話からいくと、腕振りっていうところでですね、走る中でこれがどういう役割を持つのかってことなんですけれど、腕振りっていうのはあくまでメインではないです。やっぱりサブ的なものになるかなとは思うんですが、とはいえその腕振りが崩れてしまうことによって、やっぱり走り全体がガタガタと崩れてしまうっていうことはやっぱりそういうケースあるので、腕振りをもう少しなんとかしたいなと思っている方だったりとか、そういう方にはちょっとでも役に立ったらなというふうに思っているんですけど、では自然にスピードを出すための腕振りのポイントってこれ何なのかってことなんですが、結論から言うと肘をしっかり後ろに引くっていう、この動きかなというふうに思います。これは日本の多くのエリートランナーだったりとかトップランナーの走りを見ていても、あと日本に限らずですけど、海外の、ね、トップ選手なんかでも結構肘を後ろにちゃんと引く動きっていうのが綺麗にできている、こういう選手っていうのは非常にスピードを持った選手が多いんじゃないかなというふうに思います。でこれはトップ選手に限らずですね、ある程度こう市民ランナーの中でもタイムのいいランナーの方ですね、例えばマラソンで言ったら2時間50分切ってるとか、サブ 2.5、つまり2時間30分に近いような記録を持ってる方とかって結構ストライドがこう大きいなっていう風に見られる方多いと思うんですけど、その一つの要因として肘をしっかり後ろにこうグッと引けてるっていうところがあると思います。なんで肘を引けるとスピードが出やすいのかってことなんですけど、肘を引くことをこれ起点としてですね、肘引くことによって肩甲骨と、この背骨の周りに、脊柱起立筋っていう筋肉とかあるんですけど、こういった筋肉とかうまく使って、そして最後骨盤、こういったところをうまく全体をうねらせる、このうねりの動きが発生することになるんですね。肘をこうグッと後ろに引くことによって、だからこれによって体全体のひねりを生み出して、大きな一歩を生み出して、結果推進力としても大きなものが生まれると、こういうような形で肘を引くということがある種大きな走りの起点になるっていうことは、これ間違いないんじゃないかなというふうに思うわけです。そしてもう一つ余談としては、その肘を引くっていう、どちらかというと引く方に意識をしっかり持っていくことによって、姿勢がですね、自然にこうピンとこう伸びるといいますか、いい姿勢になるんですね。結構市民ランナーの大会とかで後半ヘロヘロになっちゃってるなっていう方とか見てると、肘がですね、肘というか腕がですね、こう前の方でこう持ってこちょこちょやっちゃってる方っていうのが非常に多いわけですね。さすがにここまで極端な方っていうのはいないんですけど、やっぱり後ろになかなか引けてなくて、どうしてもこう前っていう感じで猫背みたいになってきちゃって、こう肺のところが狭くなって呼吸もあんまりできなくなってきたりとか、こういうようなことにつながっちゃってると思うんですけど、やっぱりですね、速い人っていうのはある程度こう肘をこう後ろに引く動きができている分、やっぱり背筋っていうのをピンと伸びてですね、胸をしっかり張って、ここの肺のスペースっていうのを大きく確保できている、こういうイメージはあるかなというふうに思います。やっぱり肘を後ろにグッと引くということは、その分やっぱり腕振りって振り子のような動きをするので、引いたら前に関数戻ってくるんですね、その同じぐらいの大きさで。だからしっかりこう引くことによって大きな動きができるっていうのはあると思います。ただ最後に1点だけ注意点をお話ししておきますと、特に市民ランナーの方でフルとかあとハーフ、こういった種目をメインにされている方多いと思うんですけれども、こういった長い種目においては肘を思いっきり引くみたいなイメージを強すぎるとあんまり良くないかもしれないですね。やっぱりある程度こう腕振りっていうのはメインではないって先ほどお話しした通り、やっぱり肘の引く動きに注目しすぎると逆にこの肩周りとか力んでしまう可能性もあるので、気持ち、ちょっと軽く後ろに引くぐらいの、それぐらいの気持ちでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。あんまり後ろを引くことを意識しすぎるとですね、スピードは確かに軽く出やすくはなるんですけれども、それ持続するのが難しくなっていくので、特にフルとかハーフとかそういった種目においては、いつもよりも軽く姿勢をこう正す延長で、後ろに若干意識を後ろに持っていく、これぐらいの感じでいいと思います。ただ明らかにですね、そのスピードをある程度いつもよりも出しやすくなるのは間違いないかなというふうに思いますし、まずは5キロレースとか、そういったものから試していただけたらと思います。もっと言うと普段のトレーニングの中でも流しとか、中強度とか、テンポ走とかジョグとかではなくて、もう少し実践に近いような動きの中で、肘を引く走りっていうのを体感されてみると、レースでも使いやすいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。
ということで、今回はちょっと肘というところに注目をして、まあ、腕振りの、まあ、総技術ということでお話をしました。まあ、少しでもこうスピードをもう少し楽に出したいなという方にとってはお役に立てるお話になっていましたら幸いです。最後に、皆さんにお知らせです。現在ですね、無料メルマガ登録をしていただいた方に、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントっていう大阪マラソン日本人トップが書いた書籍の、電子データを皆さんに無料でプレゼントしています。こちらはですね、もうメールアドレスを入力するだけ、名前も別に特に入力していただく必要ないので、もう下の URL からすぐに30秒後にはお手元に届くことができますので、ぜひ皆さんまだ受け取ってない方はクリックしてお受け取りください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。弊社ウェルビン株式会社が提供する書籍、小説長距離走マラソンが速くなるためのたった3つのポイントの原稿データを現在メルマガ登録者の方に無料プレゼントしています。本書は弊社代表で大阪マラソン日本人トップの池上秀幸が長距離走マラソンが速くなるために最も本質的な点について解説したもので、迷った時にはいつでも見返せる入門書としてもお使いいただけます。ランナーの方であればお手元にあって決して損はない一冊です。ぜひ今すぐ下の URL よりお受け取りください。最近ですね、ちょっと私広背筋っていうか、ここの筋肉ですね、この辺の筋肉をちょっと鍛えすぎましてですね、肘を後ろにしっかり引くことができなくなってきてですね、だからちょっとこういう前の方の腕振りばっかりになってきて、ちょっとスピードが出にくくなってきたんですね。皆さんも、筋トレはね結構大事なんですけど、筋肥大させる筋トレにはご注意ください。